千葉県立柏の箱園総合競技場は、千葉県柏市の柏の箱園内にある県営の陸上競技場である。施設は、千葉県が所有し、財団法人千葉県町づくり公社が指定区。柏市西部、流山市との市境付近に位置し、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレス柏の派キャンパス駅の西に位置する。観客席すべてを屋根が覆っているため、 雨の日でも濡れずに競技の観戦が可能である。柏市と千葉県は当初、レイソルのメインホームスタジアムとする計画で柏の箱演奏合競技場を建設したが、2009年以降はホームゲームが開催されていない。柏の箱演奏合競技場での開催に賛成しない理由は以下の2つが挙げられる。地域の中心地となる柏駅から徒歩20分の当時は 鉄道アクセスがスタジアムから徒歩30分の東部の打線の江戸川台駅に限定されていた。2005年8月24日につくば、エクスプレスの柏の葉キャンパス駅が開業したことにより、最寄り駅までは徒歩25分程度に改善されている。日立柏サッカー場はスタンドとピッチが非常に近いことに対して、柏の派工演奏合競技場ではその間に急。 レーンの陸上競技トラックが横たわっている。臨場感やピッチ上の選手とサポーターとの間の一体感が気迫になることが反対理由に挙げられた。これに加えてスタンドの傾斜がかなり緩やかなため悪印象をより強めている。スタンドの傾斜についてはレーソル側からも改善要求が出ていた。柏レーソルも柏の箱を演奏後競技場への移転には躊躇する理由がある。 日立柏サッカー場はクラブが所有する施設であるのに、対して、柏の箱を演奏合競技場は、千葉県が所有する運動競技場であるため、柏レイソルが柏の箱を演奏合競技場で、試合をする場合に所有者である、千葉県に対して使用料、賃貸料等を支払う必要がある。日立柏サッカー場ならば、これらはほぼかからないことになるので、日立柏サッカー場より、 多くの入場者を記録したとしても利益が少ない場合があり得る。レイソルのホームスタジアムとしては、ジャパンフットボールリーグ時代の1992年から、日立がシワサッカー場が使用されてきたが、日立がシワサッカー場はあくまでも暫定的なスタジアムと位置づけられており、応急処置的に J リーグの企画を満たすようでが加えられ、本当のホームスタジアムを探る動きは、 J リーグ参加当初から続けられていた。柏市が着目したのは、柏の葉4丁目に整備が進められている柏の葉公園に計画されていた陸上競技場であった。これに2万人が収容できるスタンドと照明設備を付属させ、さらに千葉県では初となる全席屋根付きのものとした上で、レイソルのホームスタジアムとする方針が柏市と千葉県によって決定され、 1995年から整備が開始された。また、この時点では将来的にレイソルのホームスタジアムは柏の葉に移転することが想定されていた。スタジアムは千葉県が建設し、1999年3月に完成。4月25日の対浦和レッズ戦から使用が開始された。ただしサポーターの中でこのスタジアムを好意的に受け止めたものは少なく、 スタジアムの建設段階から反対の声が上がり、柏レイソルのホームスタジアムはあくまでも、日立柏サッカー場であり柏の葉は、ホームスタジアムとして認めないという主張が主流を、占めるようになっていた。この開幕戦でも柏の葉公演奏合競技場を、ホームスタジアムと認めない一部のサポーターが、開幕セレモニー中に発煙筒を投げ入れる、抗議の横断幕を掲げる等の事件が起こった。 その後2002年シーズンまでは、観客動員が見込める試合数試合を柏の箱演奏合競技場で行い、日立柏サッカー場をメインスタジアムとして扱うことで、柏の箱演奏合競技場への移転反対派のサポーターとの妥協が成立していた。2002年途中まで2003年シーズンから柏の箱演奏合競技場にメインスタジアムを移行し、 日立が柏サッカー場の規模を縮小する計画を立てて、いたが、サポーターの同意を得ることができなかったことと、サポーターの意見を合わせて、千葉県に対して提出した改善計画を千葉県に却下されたため、計画は撤回され現在に至るまで柏の、箱演奏合競技場は、サブホームの扱いを受けている。2008年シーズンは、柏の箱演奏合競技場でのリーグ戦開催は、 消滅したが、その代わりナビスコカップのホームゲームはすべて柏のワ高演奏号競技場での開催となっている。このうちの一試合、千葉、2009年シーズン以後は、リーグ戦、ナビスコ杯ともに一試合も開催されておらず、事実上柏のワ高演奏号競技場からは、撤退となっている。しかし、天皇杯全日本サッカー選手権大会では2009年度より、 レイソルが登場する最初のカードで柏の波行演奏合競技場が使用されている。2011年の千葉銀カップで大会史上初めて柏の波行演奏合競技場が使用された。しかし近年観客動員が見込める試合でも関東圏を本拠地とするチームとの対戦では東京の国立霞ヶ丘陸上競技場で開催されることが多く、 また日立が足はサッカー場の増築、改修が完了したこともあり、この競技場での開催頻度は減少傾向にある。さらにメインスタンドの座席の経年劣化やトリフによる汚れが目立つようになり、観客動員の見込める全国高校サッカー選手権や競技場から 1km 圏内の流通経済、大学附属かしわ高等学校サッカー部の出場する。 ことが多い高校サッカー選手権千葉県予選での使用もなくなってきている。そのため、近年はブリオベッカ浦安や千葉県サッカーリーグでの使用が増えており、2016年度からはブリオベッカが JFL に昇格するにあたり、本来使用すべき浦安市運動公園陸上競技場が人工芝で JFLJ リーグでは使用が認められていないことから、 暫定的に柏の葉に本拠地を移して行うことになった。なお、グリオベッカは2017年度の JFL にて年間15位となり、翌2018年度より、栃木ウーバーともに関東社会人リーグへ降格となったため、今後 JFL で東京議場が使用されるかは未定。ありがとうございます。